最上川橋梁は山形県内の鉄道に存在する鉄道橋である。3カ所に存在し、いずれも橋の名称であるもが川に架かる。本校では山形鉄道フラワー長井線及び東日本旅客鉄道アテラザー線に設置されたに、橋について述べる。両最上川橋梁は日本最古の現役鉄道橋として知られ、明治時代の全連鉄製。 ダブルワーレントラス橋で国内最古の現役鉄道橋であり歴史的に貴重な土木遺産として双方が2008年に土木学会戦勝土木遺産に戦勝された翌年の2009年には双方が大量輸送を支えるため近代化国産技術化が急がれた鉄橋公共の歩みを物語るとして経済産業省から近代化産業遺産としても選定された これらの二つの橋は、それらの老い立ちから、双子橋としても親しまれている。加えて、2015年には、フラワー長井線の最上川橋梁が、一世紀を超えても活躍を続ける鉄道橋として、翌年の2016年には JR アテラザー線の最上川橋梁が、母なる川と聖なる山に見守られた日本最古の現役鉄橋、として、最上川との景観が、 山形景観物語を進めビューポイントに選定されている。通称荒戸鉄道橋。南陽市と白鷹町をつなぐフラワー長い線に位置し、白鷹町荒戸港とあゆかいを結ぶ。1887年より、東海道本線吉祖川橋梁として使用されていたものである。設計は、イギリス人のシーポーナルイギリスから技術と資材を輸入して建設された。 基礎川橋梁は1914年に2代目の橋が完成し、初代の旧基礎川橋梁を1921年から1923年の期間で、現在のフラワー長い線である旧国鉄長い線に改造移設され、竣工した。1967年の上津水害にも耐えた橋である。山形市と大江町をつなぐアテラザー線に位置し、 中山町と佐賀市の境界の最上川上に架か,かる。全連鉄製の100フィートの単線プラットトラス橋3連と150フィートの単線ナブルワーレントラス橋5連の計8連からなる橋である。フラワー長井線に架か,かる最上川橋梁と同じく、東海道本線の初代木曽川橋梁を通過する蒸気機関車の大型化に伴う、 強度不足から、橋梁の掛け替えを行うことになったため移設してきた背景があり、中山町川3連は1905年に仮設された、福岡県の九州鉄道、筑豊本線恩賀川橋梁を移設したもので、佐賀市川5連は1886年に仮設された東海道本線の初代木曽川橋梁を移設されたものである。1921年に竣工した。2001年、 部材連結部の摩耗に伴い主管した、謝罪の合成を挙げる、アイバー圧縮と呼ばれる修繕工事が行われている。ABCD、埼上川橋梁、JR アテラザ沢線、埼上川橋梁、フラワー、長井線、土木学会線勝土木遺産。2017年3月2日閲覧。ABC 広報中山、平成28年10月15日号 AB。 山形景観物語。2018年12月24日閲覧。新戸駅前の案内看板より、ハット AB100 年橋梁5十旗広し。日本と世界の土木遺産。周和システムハット ABCJR 当てら沢線最上川橋梁。2018年12月25日閲覧。ありがとうございます。